月地銀だこ。月地銀だこは、株式会社ホットランドが運営するたこ焼きを製造、販売するチェーン店である。1997年、平成9年、佐世盛が、群馬県新田郡笠掛町、現、緑市の総合スーパーアピタ笠掛店、2017年2月19日閉店のテナントとして、月地銀だこを創業。製造工程を、 ガラス張りのオープンキッチンにした実演販売に適した店舗、冷凍タコを使用せず冷蔵タコを使用した新鮮な食材とトッピング具材のこだわりなどで繁盛した。1998年、平成10年には東京都中野区の中野産モール商店街に路面店をオープン。マスコミにも代々的に取り上げられるほどの爆発的ブームとなり、 他のショッピングセンターやスーパーからの出店要請が相次ぎ直営、フランチャイズ形式として日本各地に出店し、急成長を遂げる。そして自社工場で素材加工、ソースマヨネーズなどを自社一貫体制の製造を行い、高品質のタコを安定供給するためにタコの調達会社を設立して世界各国から仕入れるなど、 タコ焼きチェーン店としての味の均一化を保ちつつ、皮はパリ、中はトロ、タコはプリの作り立て実演販売に特化したチェーン店として成長した。2008年、平成20年11月時点で日本国内に直営、フランチャイズを含めて307店舗、日本国外では香港、上海、台湾、タイ、シンガポールに店舗を展開している。2011年、 平成23年12月5日、本社を群馬県桐生市から宮城県石巻市に移転。これは東日本大震災で被災した地域への継続的な支援を推進するための被災地支援1000日プロジェクト一環による旧本社所在地には工場や物流機能を残す。2014年平成26年1月1日、本社を 東京都中央区に移転。築地銀だこの他に、薄皮たい焼き銀の案、天ぷら専門店日本橋からり、焼き鳥のホット屋の企画開発、店舗経営を行う。2014年、平成26年1月8日には、コールドストーンクリーマリージャパンの全株式を取得し、完全子会社化した。出来上がった商品を手渡す際、 美味しく召し上がれますようにと、一声かけて渡している。2014年、平成26年6月、ザ・コーヒー・ビーンティーリーフを日本で展開するため、株式会社ホットランドと、イオンモールの合併会社である、LA スタイルを設立。ザ・コーヒー・ビーンティーリーフ南青山店は、2016年4月にオープンし、同年8月末に閉店している。 2016年、平成28年4月21日、神奈川県藤沢市に、キッシュ鎧塚江ノ島店開業。キッシュ鎧塚は、株式会社ホットランドと、アブ塚俊彦が代表取締役を務める、サンセリテとの合弁会社である、株式会社線16によって運営されている。株式会社船16への出資額が、ホットランドの方が多いため、運営は、 ホットランドによって行われ、アブズカ氏は主に商開発を担当している。キッシュヨロイズカは、2016年7月1日に、東武百貨店池袋店に、出店、2016年9月16日に、渋谷光カに、出店、2016年10月16日にザ、ザコーヒービーンティーリーフ南青山店の跡地、キッシュヨロイズカを出店している。店舗により、 ランチメニュー、カレーライスやハンバーグプレート等、飲み放題コース、ビアガーデンなどがあり、株式会社ホットランドが、キッシュ以外のメニューに関して主導的な立場で、商品開発、提供を行っている。ラキシュプロデューストバイヨロイズカは、2016年10月28日に1号店を新宿アルタ前にオープン。同店は、キッシュヨロイズカよりも低価格でキッシュを提供する。 共体で関東を中心に展開し、同年12月5日は、ラキシュをアトレオーブネ、神奈川県鎌倉市にオープンした。その後、2017年2月に町田丸井店、イオン岡崎南店、3月にサノプレミアムーアトレット店をオープン。2017年4月には、キッシュ鎧塚江ノ島店、一号店をラキシュに変更した。ラキシュは、キッシュ鎧塚に比べて、 ホットランド主導でメニューやサービス内容が決まっており、アブズカ彦氏が店舗に訪れることは極めて少ない。2016年12月1日、100%子会社である株式会社千16から飲食事業を完全に譲り受ける。株式会社千16は、これまでアブズカ彦氏のカキッシュヨロイズカ、キッシュヨロイズカとデセーレストラン、都市スタイル、 都市スタイルを展開していたが、両店ともに今後は、あぶずかしを離れ株式会社ホットランドの運営となる。なお、株式会社線16は2017年6月1日に株式会社ホットランドへ、吸収合併された。かつては、焼き鳥のホット屋を運営していたが、2016年12月28日付で、新設分割で設立された株式会社ホット屋へ、 焼き鳥のホット屋事業を移管し、同時にホット屋全株式は埼玉県で築地金だコをフランチャイズ展開している株式会社タコプランニングへ譲渡された。2018年10月1日、お好み焼き店こっついを展開している株式会社アイテムの全株式を取得し、アイテムを完全子会社化した。2007年、 平成19年2月11日放送分、がっちりマンデー。において、社長は、魚菓子の柿、新鮮な素材を使っているという意味を込めて、築地を名乗り、銀だこの銀は、銀座が由来で、銀座に店を出すという夢を込めて付けたと説明した。銀座への出店は、に達成している。2013年、平成25年に、銀座本店は閉店し、銀座には、 店舗が存在しない状態となっていたが、2016年、平成28年12月に、銀座1丁目店、銀座7丁目花椿通り店がオープンしている。また、築地への出店も2002年、平成14年前後築地場外市場において一度、達成した後に撤退したが、2017年、平成29年6月に築地4丁目に、築地本店をオープンさせている。 それ以外に、築地を名乗った理由として、銀座本店があった頃は、銀座、シンボル店が中野という構成になっていた、2017年6月以降は、築地本店が本店。銀座このたこ焼きは、外はパリッと、中はトロっとした食感が特徴となっている。外のパリパリ感は、焼き上げ後にコレステロールゼロの油をかけてあげることで、実現しており、 この調理法は創業者で社長の佐世茂尾が北京ダックの作り方からヒントを得て開発した。当初、たこ焼き8個500円で販売していた。2012年8月1日より8個より6個に数を減らした上で計8種類とし、いずれを選んでも500円としている材料の高騰を理由とした実質上の値上げ。なお、12個入りは1000円。 18個入りは1500円となる。原則として8個入り、10個入りの販売は終了。各地域の店舗により、たい焼き、焼きそば、お好み焼きなどの商品もある。このうち、たい焼きと焼きそばに関しては別に専門の店が存在する。一船あたりの個数の減少について、同社広報は、食べやすい個数、シェアして食べられる個数で新規顧客を取り込む意図がある、としていた。 2012年10月、たこ焼き8個入り550円で販売を開始。2014年、消費税率上げ後も税込み価格を据え置いて販売。ネギマヨなどは8個入り620円。2018年7月、たこの世界的な価格高騰により、たこ焼き8個入り580円に価格改定。築地銀だこには年間を通して、その時期に合わせた期間限定メニューがある。 2011年、平成23年9月現在では、従来のネギダコに、ゆずポン酢、明太マヨネーズのかかった、ゆずネギ明太や焼きとうもろこし風の、もろこしマヨが発売されている。各種タコ焼き一船購入者にスタンプカード1枚、配布、スタンプ1個を押す。毎月8のつく日は、W スタンプデーとして、8日18日28日に、購入の利用者には、 スタンプ2個のキャンペーンを接する。スタンプカードは赤カードからスタートする3種類ランクアップ会員制度になっている。ザジンデコはホットランドが運営するたこ焼き店舗の業態の一つである。商品や値段については基本的に築地銀だこと同じであるが個数については4個と8個の2種類がある。またニュータイプたこ焼きというスローガンということもあり。 オリジナルメニューも存在する。夜間には、ハイボールを提供する、ハイボール酒場として営業する店舗もある。銀だこハイボール酒場、または、ハイボール横丁は、たこ焼きをつまみにハイボールを飲むというスタイルの、居酒屋的銀だこである。ただし、ハイボールを提供するのは、夕方17時以降からである。昼間は、築地銀だことして営業している。夕方以降も、 月地銀だことしてのメニューは用意されている。2011年7月、震災復興支援を目的として、石巻市にトレーラーハウスタイプの商店街、ホット横丁石巻を開設。同年12月、陶器町の本店をこの商店街の隣接地に借りている事務所のあ建物に移転し、さらなる継続的な復興支援を展開するためのキャンペーンプロジェクト、 被災地支援千日プロジェクトを立ち上げる。同プロジェクトでは、石巻市にタコの加工工場の建設計画を進めるほか、工場や店舗の従業員を約100人地元から雇用させ、将来的に事業の拡大を進めていくほか、産学共同の一環として2012年に宮城大学と包括提携を結び、石巻のタコ養殖に向けた事業計画を推進している。 陶器場の石巻市への社屋移転はこれら被災地の復興と雇用促進を目的としものだが、これが一段落をついたところで、2014年1月から陶器場の本店を東京都中央区に再移転している。西武ドームにおいて埼玉西武ライオンズが主催する土日祝日と交流戦の全試合、計35試合でビッグボールゲーム、まん丸な幸せと題した。 ファインイベントを開催している。これは、客の中から選ばれた2名が、グラウンドで巨大なたこ焼きに見立てた大玉を、転がしゴールを目指すというもので、見事時間内にゴールにたどり着けば、球場内にある、築地銀だこの店で、たこ焼きを買うと漏れなく、次回から使える、たこ焼き100円引きクーポン券をプレゼントするというもので、大型スクリーンにたこ焼き玉を転がす様子と、 残り時間表示が映し出される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。